松山美味しいもの巡り、唐揚げカリッチュ、絹山店の紹介をしていきます。ランチパスポート見てたら唐揚げが食べたくなってきたの。レイ絹山にあるカリッチュ行ってみましょう。イソシオジュレで変わった味を楽しめるみたいよ。今回はランチパスポートでイソシオジュレの唐揚げをいただきました。唐揚げの増量もできますよ。あっさりシンプルな唐揚げをいただくことができます。唐揚げやカリッチュは新居浜に本店を置く唐揚げ専門店となっています。今回イソシオジュレの唐揚げあっさりといただけましたよ。中にわかめの風味が漂っています。イソシオということもあり、のせるとイソシオの風味が楽しむことができます。あっさりとした唐揚げですので、むずごくなくとっても美味しくいただくことができます。副菜も野菜サラダともう一品ついてきます。絹山のパルティ富士の中にあるカリッチュ、ぜひ行ってみてください。他にもたくさん唐揚げや南蛮など鶏を使ったメニューがありますよ。松山美味しいもの巡り、唐揚げカリッチュ絹山店、イソシオジュレランチパスポートの紹介でした。